トマソ・カンパネッラ、トマソ・カンパネッラあるいは、トンマーゾ・カンパネッラは、ルネサンス時代のイタリアの聖職者で、ルネサンス時代の代表的な哲学者。南イタリアのカラブリア州スティーロに、貧農の子として生まれた。14歳で、ドミニコ会修道院に入って、卓発修道士となり、自然哲学者のベルナルディーノ・テレージオチョ、自然論を読んで、その自然主義と感覚論に感銘を受け、 アリストテレス哲学に明確に反対するようになる。1589年にナポリに赴き自然科学者ジャンバッティスタ・デラポルタの影響のもとに魔術、錬金術、先生術、天文学、哲学などについてその地の知識人たちと討論を重ね、1591年にすでに書き上げていた感覚哲学を出版する。この出版は ドミニコ会全体を侵犯させ、就門裁判所に召喚され、1592年8月28日の裁判により、主張を捨て1週間以内にカラブリアに戻るよう命じられる。しかし、この命令にこうして、フィレンツェボローニャを経て、パドバ大学に学生として席を置き、ガリレーなどの学者たちとの信仰を深め、1593年からいくつかの著作を行う。 この中には後に紛失したが、カトリック教徒の君主制度というものなどもあったという。ユダヤ教徒と信仰について議論した疑いで友人と共にローマ教皇庁の牢獄に投じられ、1595年5月16日に釈放された後、サンタ・アビーナ修道院で謹慎を命じられた。その間に、ルーテル派、カルバン派、その他の異端に対する対話を表した。 1597年、信仰上の疑義により、教皇庁に再度捉えられ、その牢獄で宗教改革者、フランチェスコ・プッチを知り、その処刑の場面にも立ち会い、その信念に準じた死に共感を覚えた。その頃南イタリアは、スペインの支配下にあったので、1597年、南イタリアから、スペイン勢力の影響を排除することを志し、 先制術に基づいて計算した1599年8月に起こるはずの革命に合流し、共和制国家を樹立する企てに没頭した。また、合わせて腐敗したローマ教会や修道会の改革を目指したが、同志の裏切りによりことが露見して1599年9月6日に逮捕された。1六百一年まで続いた問と拷問に耐え、を失ったふりをして、 処刑を免れたものの、狂人とみなされたカンパネルラは1626年まで投獄されることになった。獄中では、宗教的関心をさらに深めて1602年に、主張、太陽の塔を執筆したほか、数多くの著作と詩が書かれた。太陽の塔は、ルネサンス期において、理想社会を描いたユートピア文学として、トマスモアの ユートピアに匹敵する重要な作品とみなされている。労働、教育、性、宗教など生活上のすべてにわたって規則があり、多くの事物が共有される、脳本主義的ないし共産性的な共有性のシステムを描き、教育の機械均等や勤労に対する敬意と、労働時間短縮などを記している。最終巻されていたカンパネッラは、 教皇ウルバヌス8世の行為によって1628年7月27日釈放された。猜疑心の強いウルバヌス8世は先生術師にローマ在住の数奇教の指揮を占わせるようなことをしていたが、交換では自分の詳細な運勢図が流れていることを知り、展開から悪意を受けないようにするため、トマス・カンパネッラの力を借りて、 間近に迫った月食の悪影響を除去する儀式を行った。カンパネンラの行った儀式は、ローマのラテラーの宮殿の教皇の間で行われた。それは、密室の壁に白い絹がかけられ、薬草が焚かれ、太陽と月を意味する二つのランプと十二宮が用意、それで、先生音楽が奏でられるというものであり、キリスト教の教義からは、 一脱著しい魔術的な儀式であった。釈放され、教皇の御前で儀式も行ったカンパネッラであったが、著作の観光準備、討論、宣教師学校の設立などの活動をやめず、著作の出版は禁じられて、再逮捕の危険を感じたため、1634年12月、フランス王国に亡命した。フランスでは、哲学者、 ピエール・ガッサンディア・スー・キ教、ディ・シュリュー、国王類13世に迎えられた。カンパネッラは1639年、パリのサントノレドールにあるドミニコ修道院で死去した。カンパネッラの思想には正当と革新の相反するに、要素が共存しているという指摘があり、そこに、彼の二重人格を見たり、一方一種の仮面であると考察したりするなど、 両者の関係に関する解釈は様々である。彼は若い自分に諸事象よりあらゆる超自然的な要素を除去して宗教を純然たる自然に還元しようと試みており、それに対し年を経た後の彼は同じ自然的要請の中にも精神と超自然的なものとの連結点を見出そうとしていると捉え、その間同一主題における思想の発展があったとする。 解釈がなされることがあるこれについては、例えば認識の問題について、カンパネラは、テレジオ的な感覚論から発しながらも、それに対する、方法的会議を通して、知識や確実性の基礎となるものを、自己の意識の中に追い求め、最終的には神へと達するアウグスティヌス的な、施策への進化が確認できるとする立場がある。この立場によれば、彼は、神、宇宙、 人間、あるいは倫理そのもの、政治一般などに関わる彼の哲学全体にわたって、テレジオを中心とした自然主義的な思想と古典古代のプラトン及びアウグスティヌス的伝統との新しい総合を目指したのではないかとされるのである。メタフィシカ1638ありがとうございます。